もしもし。あ、はい、どうもすいません。もう今ようにですね、はい、テレビで流れてるうちの船で事故しちゃってますんで、はい、結構対応が大変で、はい、知床遊覧船の桂田精一社長の電話の通話記録です。先月27日に初めて行われた記者会見の前日に録音されました。基本的には別会社なので、はい、宿の方は問題ないと思います。で、まあ、船もうちょっと見つかりかけてて、はい、上がって事故の原因究明、できれば、はい、また変わってくるような形だと思うんですけども、風評被害ですね、はい、会社の経営を気にかけている様子が伺えます。電話をした男性は、印象に残ってることはやっぱりすごい何か他人事のような感じだったんですね。ちょっと自分の非を認めないというか、何か不可抗力によって起きたものだっておっしゃってましたし、事故が起きたことについてはこう話していました。実際普通あの辺で座礁しないっていうのと、帰りは遠くを回ってるので、はい、基本的には、はい、もう行きにこう熊とか断崖絶壁とか見るんですけど、はいはいはい、帰りは速度を出すために大きく深いところ回ってるんですよ、はい、ですんで水が漏れるような座礁なんかはないんですよね、基本的に。なるほど。まあ、ただ心配されるのはよく佐賀とかでもあるし、こっちはクジラがいるんで、クジラに当たったり、はい、そこから突き上げられると、はい、穴が入っちゃう可能性もなくにしちゃいますね。安全管理の問題には触れることなく電話は続きます。 JCI というすごい厳しい検査を受けて、はい、まあ、今いろいろマスコミで流れてるのって大方嘘で結構捏造されてるんですよ、はい、明日も僕も会見やっと弁護士から止められたのでしますけども、はい、まあ、事実関係がまだはっきり分かっ事故の原因が分かってないからあんまり言ってもしょうがないので、はい、謝るだけになっちゃうと思うんですけども、はい、とりあえず謝罪の方はもちろんするんですけども、はい、行方不明者の捜索が続く中、電話は保険の話にも。それで、まあ、保険の方もですね、まあ、今24人ですから、6名ですから、はい、24名ですから、はい、まあ、1人最高1億とか出してもまだ余るような形なんで、はい、そちらの方は問題ないかと思いますけども。これが会見前日に録音された桂田社長の肉声です。その翌日、今社長が会見場の中に入っていきました。事故から5日目になって桂田社長はようやく記者会見を開きました。皆さん、この度はお騒がせしまして大変申し訳ございませんでした。土下座に始まり、土下座で終わった会見ではずさんな安全管理が次々と浮き彫りとなりました、はい、海が荒れるようであれば引き返す条件付き運航ということを豊田氏と打ち合わせ、当時の出航を決定いたしました。これが条件付き運航というもので、条件付き運航といいまして、桂田社長が何度も口にした条件付き運航、とりあえず出航して海が荒れたら引き返すというもの。これはウトロの別な遊覧船会社が作成した運航基準です。風速8メートル以上、波の高さ1メートル以上で運航しないと定められています。事故を起こした知床遊覧船も同じ基準だったと桂田社長が会見で明らかにしています。事故当日、出航前には強風と波浪注意報が出されていて、その後予報通りおよそ3メートルの高波と風速16メートル以上の強い風が観測されていました。条件付き運航に専門家は、ただ適当に決められないじゃないですか。
そもそも安全運行の規定の中にはいわゆるこう安全を定めている基準が書かれているわけですよね。となるとその基準から逸脱している内容であれば到底それは条件付きじゃなくて中止、条件付きっていうのはもうそもそもないわけですよね。そもそもありえない条件付きでなぜ運航したのでしょうか。お客様もですね、やっぱり一番このような先端まで来てですね、できればちょっとでも走ってほしいというご要望がすごいあります。本日結構ギリギリなところで船出しましたけども、これ以上荒れたらもう戻ってまいります。こっちに帰ってこれたからよかった。去年11月、鹿児島から知床遊覧船のツアーに参加した人は、自分も事故に遭っていたかもしれないと振り返ります。その時の周りの波の高さが、半端なくうねってまして、私たち乗船しているものにとってはもう上下がすごく激しい揺れを感じるぐらいのちょっと怖さは感じました。今回の事故のニュースを見ながらですね、振り返ってると本当に死ぬ思いだったな。以前から安全性を置き去りにした運航を行っていた実態が明らかになっています。ずさんな安全管理は設備面でも。知床遊覧船の営業所です。もともと屋根の上には3メートルほどの白いアンテナがあったということなんですが、現在は折れて建物の横に落ちた状態となっています。事故当時、会社は船からの無線を受けることができない状況だったといいます。当社の無線の故障は携帯電話や他の運航会社の無線でやり取りも可能であるため、出航を停止する判断はその時いたしませんでした。ちょっといつ壊れたかもすみません、今私今ここでは認識しておりません。壊れていたものが治っていない状態で出航させてしまうということに問題がありますよね。さらに衛星電話が調子悪いというのは去年から聞いていたんですが、それが使えなくなっているという認識がなかったです。無線のアンテナだけでなく衛星電話の故障を認識していませんでした。事故の3日前、カズワンの船舶検査が行われた際、豊田船長から通信手段を衛星電話から携帯電話に変更したいと申請があり、認められていたことが分かりました。事故当時、カズワンから無線を受けた同業者は、その船長の携帯電話が電波が悪いというのは分かってましたので、乗られている方誰でも電波があるかもしれないので、その電話を借りてそこを船から直接118にかけてくれというお願いをしたんですね。海上保安庁に通報があったのは乗客の携帯電話からでした。船長が契約していたとされる通信会社のエリア図では、運航コースの大半が県外。検査員はそれを認識していたにもかかわらず、船長が通話可能だと答えたことなどから、その場で変更を認めたということです。OK を出した、検査、そこにどんな基準を設けていたのか、チェックをしていたのかということは、今回ちょっと、かなり問われる内容じゃないかなっていうふうには感じます。もう少しいろんな形で裏を取るということが必要だという声もありますね。はい、そういったものは受け止めていきたいと思っております。船舶検査の問題も明らかになりました。海上保安庁は今日、桂田社長の会社事務所や自宅などに強制捜査に入りました。記録された電話の最後に桂田社長は
こう話していました。逮捕とかはないですかね、大丈夫ですか。逮捕はないですね、はい、あの弁護士さんにその辺はみんな相談してますんで。わかりました。逮捕はこうしづらいねって話ですね。はい。次々と明らかになるずさんな運行実態、一日も早い真相解明が求められています。